皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。デジタルハリウッド大学のクリアです。さてクリア先生、はいはい、この間小坂井先生にもお聞きしたんですけども、はい、この2019年、うん、教育 ICT はどのようになると予想されます？予想ですか？私大体予想は当たったことないんですけど、まあ、予想はですね、自分で予想するよりも、まあ、未来を予想する最良の方法は自ら未来を作り出すことだ的なね、アラン・ケイさんの言葉がありますので、まあそっちの方向でね、行ったらいいんじゃないですか。うまく逃げましたねただやっぱりこれから2019年度を迎えるにあたって、はい、まあ、この1年をどうやって作り上げていくか、今考えておくことってすごく大事かもしれませんね。そうですね。そういう意味では実際に作り上げている学校さん、いわゆる先進校と呼ばれるところの取り組みをずっと見ていくっていうのは、非常にこの先を予測するという意味でも大事なんじゃないですかね。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、広尾学園中学校高等学校の金子悟先生です。金子先生はこれで3度目のご出演になります。そうですね、2回目に前回ね、あのご出演いただいたのが、ちょうど教育 ICT の原点を探るみたいなところでご出演いただいたと思うんですが、まあ、先ほど前振りにもあった通り、やっぱり先進校の取り組み気になりますので、ぜひねその先のお話を伺いたいなと思います。はい、ということでじっくり聞いていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは広尾学園中学校高等学校の金子悟先生。プレゼンタイトルはテクノロジーと学校の未来です。金子先生、よろしくお願いいたします。どうぞ。広尾学園の金子です。今日はテクノロジーと学校教育の未来ということでお話ししたいと思います。私どもの広尾学園におきましては、基本的な考え方として、高度な教育活動を充実させて、それを高度化するには、その時代時代のテクノロジーが必ず必要になるというような考え方を持っています。そしてそういった考えに基づいて、こういった校内のインターネット接続、それから生徒一人一台の情報機器を所有するという体制、これをベースとして、まず教室の中での学び、これは教科学習が中心となりますけれども、その上に教室の枠を超えた学校の中での教育活動、さらには学校そのものの枠を超えてしまった非常に高度な教育活動、そういったものが積み重なっていくんだと、そういうような考え方をしております。まあ、こういう環境を作り上げてきたんですけれども、その中で感じますことは、まずこのテクノロジーの部分ですね、この部分に関してはすでにこれは常識化の段階であると、これは全く特別なものではないものだというふうに考えるべきだと考えております。むしろこれから、あるいは今現在もそうですけれども、問題なのは教育活動の質、教育活動のレベル、これをどういうふうに考えていくかというのが大きな焦点になってくるというような考え方をしております。今現在この環境の中で生徒たちはさまざまな学びの活動を行っております。その中の一部になりますけれども、あるイベントで生徒が話していることがありますので、それをちょっとお聞きいただけたらと思います。クラスでは多くの生徒が Google Docs を利用して授業のノートなどを作成します。もちろん一人で自分の Google Docs のノートを Google Docs でノートを作る生徒もいますが、他の生徒と共有しながら授業のノートを作る生徒も多いです。自分が分からないところや、ちょっと気になった部分を他の共有している生徒と一緒に相談し合って解決策を見つけ出すといった光景は珍しいものではありません。世界で初めての研究をするためには、まず自分の興味のある分野に関する先行研究を知る必要があります。世界で最新の情報はまだ教科書や本には載っていないため、大学の先生方や研究所の方々の査読を受けている学術論文を読み、世界で最前線の情報を得て研究をしています。論文を探す上で絶対に必要になるのが Google スカラーです。学校での教育活動の範囲というのは多岐にわたりますので、どういった場面でどういった使い方をするかということはよく話題になりますけれども、私たちにとってはそれをもはや追うことはできない、そういったところまで活用は進んでいるというふうに考えております。その中の生徒たちの声として一部聞いていただいたということになります。
まあ、こういった環境の中で教育活動を行われておりますが、今日は特にインターナショナルコースについて少し触れさせていただきたいと思います。まずこのインターナショナルコースですけれども、私どもの学園が広尾学園という名前に変わって、そして共学化したのが2007年のことでした。でそれと同時に中学のインターナショナルコースが創設されました。でインターナショナルコースがスタートするんですけれども、その年に入学した生徒はわずか4名という生徒だけでスタートしました。そしてその時から外国人の先生たちの提案によりまして、1人1台この4名の生徒に1人1台の情報機器を持ってもらって、そしてインターネットに接続できる、そういった環境の中での学習を進めていこうということがスタートしたわけです。そして現在2018年、中学のインターナショナルコースの定員は80名となっておりまして、この80名の枠の中に受験者が1000名を超えてくるという非常に枠が拡大したような状況になっておりますけれども、かつてと同じように全く一貫した形で一人一台体制、そしてインターネット接続というような環境の中でインターナショナルコースは教育活動、学習活動を進めてきたということになります。まあ、考えてみますと、広尾学園の ICT 活用というのはこのインターナショナルコースの初期の4名の生徒からスタートしたということができると思います。それから11年が経過いたしました。そして2018年度のこのインターナショナルコースの大きなトピックとしては、海外大学の合格数82大学に合格するという、これはおそらく日本の一般的な学校一条校と呼ばれておりますけれども、その中にあっては非常に画期的な数字が成果として出てきたと、そういった海外大学への進路というのを考えたときに、同時に必要なことは大学、海外大学との関係ということになってくると思いますけれども、2018年、私どもの学園におきまして160の海外大学が集結しまして、海外大学フェアというのが開催されました。少しその様子もご覧いただけたらと思います。日本の学校というのはどうしても時代についていけない、時代から一歩も二歩も遅れたところを進んでいるというイメージができがちなんですけれども、しかし今現実に実際学校の現場においてはこういったようなことまで実現している状況にあるということを理解していただきたくて、この動画をご覧いただきました。で、私どもは大規模な ICT の導入を考えるにあたって、この ICT 機器は生徒の学びの武器になるはずだということを申し上げてきました。その考えは今でも変わっておりません。さらにそれから進んでいきまして、こういった全てのテクノロジーというのは学校の進化とそれから時代の進化を一致させるために必要になってくるというふうに思います。学校が遅れているという状況はいかにしてこれから解消していくか、これが課題になってくる。それからその一致した時点から、この環境の中で生徒たちが時代の先取りしていく、時代の先を行くような、そういったような姿がこれから登場して来させなければならないと、そういった方向を考えて私どもの学園は進めて教育活動を進めているという状況になります。前半は以上とさせていただきます。ありがとうございました。教育現場で使える iPad アプリ講座、教育 ICT コンサルタントの小池です。今回ご紹介するアプリはこちら、写真を合成ということで、合成できるアプリご紹介したいと思うんですね。はい、実際ちょっと画面見ていただきますと、まずは写真選びます。今回自分のちょっと写真を使いたいと思いますので、過去に撮った写真の中から、まあ、ちょっと切り抜けそうなやつ選んでみましたよ。で、使う部分だけ今トリミングしまして、ポンと押しますとこんな感じになりました。
でこれを切り抜きしたいんですけども、そんな時にはこの範囲指定というところを選びまして、グググッとこの後、はい、切り抜きたいところを縁取りでなぞっていくんですね。で最後、スタート地点黄色いところまで戻ってくると、はい、するとこれでも切り抜きができてしまうんですね。でもちょっとよく見ますと、ね、ちょっと黒いところ残っちゃってるななんていう時には、はい、ここの自動削除なんてのを選んであげて、ちょちょちょんとやってあげますと、色が近いところをこう外してあげることができます。こんな感じですね、はい。さらに、右側今度消しゴムなんていう機能もありますので、これも消しゴムっぽくですね、なぞってあげるだけで、ちょっと反対側も汚いので、削ってあげればより綺麗にすることができます。まあ、こんな感じですね。で、切り抜きができましたら、これスタンプ登録っていうのを、しといていただきますと、後でこのスタンプとして使うこともできますので、使い回しが効くというような機能がついております。はい。で切り抜きできましたので、今度背景いきたいと思います。合成絵というところを選んであげまして、ちょっと背景の写真何がいいですかね。実は小池は海外行ったことありませんので、海外、そして今寒いので、海なんていうところを行ったことにしてしまおうなんていう時に、こんな感じで当てはめてあげると、もう、合成写真が簡単に出来上がります。はい。あとは写真としてカメラロールに書き出しをしてあげれば、こんな感じの写真が出来上がってしまうと。結構リアルですよね。で背景をこう書いてあげれば、海の中にいたりとか、ちょっとライオンさんと共演したりなんていうこともできるわけです。はい。またですね、スタンプ機能として、結構いろんなスタンプがもう最初から用意されてますし、テキストを入れる機能なんかもありますので、そんなんでちょっと飾ってあげると、こんな写真なんかも簡単に作ることができます。合成写真使いますと結構想像力が刺激されると思うんですよね。ぜひグループワークだったりアクティブラーニング使っていただけたらと思います。はい。ということで、広尾学園中学校高等学校の金子悟先生のお話お伺いしたわけですけども、いかがですか。いや、私割と毎回言ってるんですけど、金子先生 ずるいんですよ。私が例えば同じ話してもですね、多分全然伝わり方違ってですね、本当一つ一つの歴史とか言葉とかに重みがあってですね、できますね。そうですよね。歴史という点では今回インターナショナルコースのお話をしていただいたんですけど、はい、最初4名から始まったということでしたよね。はい。そこがもう本当に80名の定員のところに対して1000名以上が志願していらっしゃるということで、いやびっくりしましたし、80以上の大学に実際に生徒さんたちが旅立たれているということで、私金子先生と初めてお会いした時にですね、そういう海外の大学にたくさん生徒さんたちが行くようなっていうことをおっしゃられてたんですよ。それを思い出しました。じゃあ今それがまさに実現してるっていうことですよね。はい。ということで、今後そういうところを目指す学校さんには非常に参考になる感じだったかな。いや、そうだと思います、ね。はい。はい。といったところでお時間になってしまいました。 iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と、デジタルハリウッドのクリアでした。 See you next week!